リラクフチは、韓国の政治家、同国国務総理、全羅南道知事、国会議員、ともに民主党代表を歴任した。1952年12月20日、全羅南道霊光軍法青年出身、甲州第一高等学校、ソウル大学校法科大学を卒業後、東亜日報に入社。1989年に東京駐在特派員となり、 日本に赴任以降は国際部次長、論説委員、国際部部長とキャリアを重ねた。2000年に東亜日報を退社。近代中大統領に抜擢され、2000年5月の第16大総選挙で全羅難動皆、平軍、霊光軍選挙区に新千年民主党から出馬し当選した。2004年の第17大総選挙で同選挙区で再選。 2008年の第18代総選挙では選挙区が改編され、全羅、南道皆、平良軍、霊光軍、頂上軍選挙区に統合民主党から出馬し参選。2012年の第19代総選挙では再び選挙区が改編され、全羅南道単明郡、軍、皆平良軍、霊光軍、頂上軍選挙区に民主統合党強盗から出馬し4選を果たす。 国会議員時代には所属していた新千年民主党、大統合民主新党にて報道官を務め、長くスポークスマンとしての役割を示したとされている。2002年12月には大統領選挙を戦ったロブ原陣営の報道官を務め、2012年の大統領選挙でもムンジェイン陣営の選挙対策委員長を務めている。2014年6月の統一地方選挙の一つとして、 行われた全羅南道知事選挙に国会議員を辞職して新政治民主連合から立候補し当選。同年7月より第37代知事となった。2017年5月10日に就任した文在寅大統領より国務総理に指名されたため任期途中で知事を辞職。5月31日に国会で任命同意案が可決され首相に就任。 東亜日報では東京駐在特派員を経験し、国会議員時代には2002フィーファワールドカップの国会議員連盟委員、韓日議員連盟の幹事長、主席副会長など日本に関連する役職に就く機会が多く、全羅南道知事時代の2016年1月には高知県を訪問し、姉妹都市協定を結ぶなど日本の自治体との交流に努めたことから地日派とされる。 日本に関する専門家が養殖についていないと言われるムンジェイン政権の中で日本の本当の姿を知る唯一の人物であるとも評される。ムンジェインとは首相就任以来ほぼ毎週月曜日大統領府で昼食を取りながら州の計画を立てて国政懸案を議論し、文が私は今週このようなことをするつもりだからあれやこれは 総理が取りまとめてくださいと頼んで、大統領と首相の役割分担が自然に行われ、外交や大きな国政憲案は、文が民政分野などの内政や、日常の行政割が干渉する体制が固まっているという。2019年12月上旬に、日韓議員連盟幹事長の河村武夫と電話で、会談した際、月内に首相を退任する意向を表明した。このことは、 1> 約一週間後の12月11日に、河村が講演で明らかにし、同時に次期大統領選挙立候補の準備のためであろうという分析も披露した。2020年1月14日に首相を退任し、定与人氏が後を継いだ。2020年4月15日に執行された第21大総選挙では、総ル市小6選挙区から出馬し、最大野党。 未来統合党代表で同じく国務総理経験者の企業安を破り当選。6年ぶりに国会議員として復帰した。同年8月29日に執行された党代表選挙では、得票率66.77%の圧倒的な支持を得て代表に当選。2021年3月9日に記者会見し、 2022年3月9日投開票の次期大統領選を睨み、党代表の辞任を発表する。以降、出馬への準備を本格化させると見られた。同年6月17日に行われた、定与人と自然国務総理の大統領選挙への出馬宣言式に出席する一方、7月5日には自身も大統領選挙への出馬を表明した。同年9月8日、 大統領選挙の公認争いに集中するため、議員を辞職する意向を表明し、9月15日の国会本会議で辞職案が賛成多数で可決された。しかし、党の候補者を決める予備選挙では、リアリア家の公人を廃止、10月10日にリアリア家が決選投票を待たずして、公認候補に選ばれたが、リラクフチ側は無効票の扱いを不服として、 意義を申し立てた。ありがとうございます。